どうもピッチピッチなテクタンと申します。ドラゴンクエスト11実況プレイパート97始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、前回ね、日野の木火山に行き、人食い飛竜が生きていることを知って、ここでね、ヤヤク様に報告したわけなんですけれども、どういうわけかヤヤク様が人食い飛竜をかばって食べられてしまいました。人食い飛竜を倒しに行きましょうということで、とりあえず行きましょう。ヤヤク様どうなっちゃったの？どうなっちゃったの？怖いお母さん。まさか飛竜が生きていたなんて。でもどうして？ヤヤク様どうして飛竜のことを隠していたの？もうほんまにね、どういうことなのかちょっとすごい気になるんやけど。いや、ヤヤク様がいなくなったら私たち生きていけないわ。ちょっとピン待ってよ、いい。はよ助けに行けっていう話をね。でも話だけは、みんなの話だけは聞かせて。なんで人食い飛竜が生きてるんだよ。くそ。全くわけがわかんないぜ。最近、火山の方から聞こえていた恐ろしい声の正体は、人食い飛竜だったってわけか。そのようです。あわ。まさか、あいつがやってくるなんて、俺たちどうすりゃいいんだよ。そうだ。なあ、あんた化け物退場してきたんだろ？なんとか、あいつを倒してやってくれよ。いや、まあ、倒すつもりというか、倒さなあかんのやろうけど、おい、お前ら、まだわしが残っとるだろ。開けろ、開けんか。逃げるのに必死。そらそうか。バッキャロー、あっちにいたら飛竜に食われちまうぞ。死にたいのか？どいてったら、うちの子を探しに行かなきゃ。ああ。子供がどっかに行ってしまっとるわけか。こら、飛竜のやつに見つかるだろ？せっかく見つからないように息を潜めて隠れてるんだから、でかい声で話しかけるんじゃない。隠れて出るん、それ。エイク様が飛竜に食べられてしまった。私たちはどうすればいいんだ？ダメだ。何も考えられない。もうホムラの里はおしまいなのかな。おのれ、おぞましい飛竜め。ホムラの巫女、ヤヤク様を手にかけるなど、なんたる羞恥、なんたる蛮行。黒よい、ヤヤク様の仇、必ずこの手で打ってやる。と言っても、ヤヤク様自分から食べられてしまったからな。ああ、ルパスか。おう、あんたも見たか。急に飛竜が現れて、ここの巫女さんがパクッと食われちまったんだ。いや、すんげえもん見ちまったで。こんな時にバチ当たりだが、情報屋の血が騒いで。マスコミやん。パパったら怖い竜がいるのに、全然逃げようとしないの。でも私も目が離せなくて、これが情報屋の血が騒ぐってことなのかな。騒いでますね。この人らは話しかけられない。上の人も、あ、こっから階段で行けるんか。ああ、これは鬼界か。あんたも飛竜から逃げてきたのかい？家の中にいれば、差し物飛竜も襲ってきたりはしないはずだよ。もし、このうちを狙いに来ても、うちの孫に手は出させないさ。私が盾になってでも食い止めてやるよ。もう、戦える人が戦う。全員でかかろう。おばあちゃん、おいらたちみんな飛竜に食べられちゃうの？おばあちゃんどこにも行かないでね。ずっと一緒にここにいてね。一緒にいようと思う。さあ、飛竜がヤヤク様、お逃げください。あ、この人あれやられとった神官か。ていうか、ここ2回あったんやな。前探索した時気づかんかったな。このうろうろしてる人は？いや、何あれ？なんで出てきたの？私は嫌よ。ヤヤク様みたいになりたくない。正直者やな。まあ、素直でよろしい。あの声忘れもしない。今まで散々私たちを脅かせた人食い飛竜の鳴き声に違いないわ。そうです。飛竜はハリマ様とヤヤク様が倒してくれたんじゃなかったの？一体どうなってるのもう。これだけ遠くなら大丈夫だろうけど、できれば家に引っ込んでいたいな。こんな時に女房の野獣馬根性に火がつくなんて。野獣馬で出てきてるんか、お母さん。これ中、じゃあ、おらへんの？女湯入りそう、放題？パフパフしてる人はどうしてる？私なんてピチピチ美味しそうだから、真っ先に狙われちゃうわ。いやー、誰か助けて。あ、していこう。パフパフしていこう。こんな時でもちゃんとしていこう。ここのパフパフは本物のパフパフなんかな？バンジーとかマッサージとかさ、いろいろあるやん。まあ、お風呂やし、なんか本物っぽいよね。化け物騒ぎの次は、飛竜騒ぎか。こんな状況じゃ、仕入れは当分無理だな。すまねえな、旅の人。里が落ち着くまで買い物諦めてくれ。まあ、買い物諦めてというよりも、ああ、帰るんや。命がまず、惜しいと思うんやけど。
この人はまあセーブしてくれる感じね。で、宿もや、まあ、宿としては働いてる感じやね。OK。あとは、このちょっと下の人と話すればいいかな。まあ、大体みんな、あわわわわわっていう、そういう感じやな。OK! じゃあ戦いましょう、とも。ここには人はいない。これ外出ようとしたらどうなる？出れる？あ、出れるんね。出れはするんね。まあ、レベル足りんかった時に困るもんね。どうしたらいいってなるから。じゃあまあ戦いましょうか。はい。飛竜は人の血肉を欲して凶暴化しているようだ。油断するなよ、分担。了解。頑張りましょう。まあ、頑張りましょうとは言ったけど、なんかワイバーンドッグみたいよね、これ。あっこ強かった。やつおったやん、この辺の火山。砂漠の辺か。砂漠の辺におった。連携しとく？火エンジン。火エンジン。火エンジンいる？いるかな？まあ、大体いつも通り戦っていくか。神はとりあえず、魔剣士のレイピアに持ち帰って。あー、でもそうやな。ちょっと待ってよ。ちょっと入れ替えさせて。入れ替えで、神を、おじいちゃんにして、おじいちゃんの、とりあえずフバー幅かけとくか。で、マルティナちゃんのヒップアタック？獣なんかなこれ。獣付きしてみる？ドラゴンかな？でも、人食い飛竜っていうことは。ドラゴンか。ヒップアタックでいっか。で、シルビアちゃんが、はい、キルト優先でいっかな。ほい。お、いいね。で、フバーハをとりあえずしまして、ガードスラッシュ。ちょっと嫌やな、それ。じゃあ入れ替えで、おじいちゃんとちょっとグレグ将軍にフバーハかかってへんの申し訳ないけど、渾身切りで、スクルトかけておいて、ヒップアタックからのバイキルとマルティナちゃんと、ほい。うん。いいよいいよ。ダメージは結構与えられてるよ。そして、なおかつ、スクルトのおかげで防御も上がってる。もうちょっとスクルトしたい。で、どうしよっかな。なんかええ感じの。激しい竜巻が敵グループ、あ、バギマの話か。自分の、あ、グレイグ将軍あげるか。ほい。あー、これで守備力下がっちゃうもんね。スカラーかけるか、ボンターに。で、ヒップアタックで、あ、スリープダガー行きましょう。寝るかな、でも。あ、痛い。あ、倒せた、倒せた。なんか最近レベル4上がっとうから強くなってきたな。セイネちゃんのレベルが上がりました。もうセイネちゃんもザラキを覚えました。倒せたんかな？ああ、バイバイ。さすがアンちゃんだ。飛竜から里を救ってくれて、でもなんか倒したことになってへんからさ。あの飛竜どうするんやろ。ああ、結局でもややこ様は食べられたことには変わりないんか。ややこ様が人食い飛竜に食べられてしもうた。もうホムラの里は終わりじゃん。ややこ様も、ハリマ様も亡くなって、これから一体誰がわしらをお守りくださるというのか。ややこちゃん、どうして里を襲う人食い飛竜をあんなに必死に、そう、それが知りたい。みんなを裏切ってた奴のことなんて、おいらは知りたくもないよ。どうだっていいじゃないか、そんなこと。まあ、裏切りはあったけど、でも、ねえ、ちゃんとした事情とかは知りたいよね。あんちゃん、それよりも早く逃げた人食い飛竜を追わないと、ほっといたらまた里を襲う、あ、第二戦があるんか。なるほどね。だからそんな強くなかったんか。オイラたちが初めて会った場所覚えてる？あの山道の先にある山、山門をくぐれば、人食い飛竜のねぐらに行けるはずだよ。山門の鍵はややくの、侍女が、持ってるはず。ややくの社に行ってみよう、あんちゃん。
何も物悲しい雰囲気になってる。とりあえず東横インで休んで、はい、おやすみなさーい。よう眠れたんかな。まあ、じゃあ、その鍵、あー、めっちゃアイテム定期的にすごい光るね。話は大体似たような感じじゃないんかなと思うけど。うん。いや、まだちょっと倒してくるから、待って。ちゃんとこの村、町、村か、平和、訪れるようにするから、お願いです。火の神様、どうか八重子様を極楽へと導いてあげてくだされ。穂村の里の巫女、八重子様のためなら、わしは足が使えなくなるまで、お百度参りをいたしましょうぞ。あ、どこ探せばいいんやろ。旅の方よ、飛竜退治に行かれるのか。そうなんです。ならば奥の部屋にいる者が。あ、奥の部屋行けるん。詳しいだろうから話を聞いていかれよ。ハリマ様も、八重子様も亡くなった今、もうここをお守りする意味もない。好きに出入りするがよい。あ、なるほど、なるほど。なるほど。あ、なるほど。そこの部屋に行けるわけやね。オッケー。これは誰な？火の神よ。なぜあなた様は、八重子様にこのような試練を与えに？おいらたち、飛竜を退治しに、日の乃木火山に来たいんだ。三門の鍵を渡してくれないかな？八重子様が亡くなった今、もうあなた方に頼むほかありません。これを受け取りください。あ、よかった、もらえた。文旦は三門の鍵を手に入れた。これで日の乃木火山に行ける。さあ、早く行こう、あんちゃん。お待ち、何？飛竜を倒す前に、どうかこれをお読みになって、真実を知ってくださいまし、日記？これは、どうやら、八重子殿の手記のようじゃな。時折、無性に大声で叫びたくなる。己の罪を決して忘れぬよう、この手記に真実を書き記しておこう。激闘の末、私とハリマは、人食い飛竜を退治した。ハリマの、人たちが、とどめとなったのだ。だがその刹那、飛竜は断末魔のごとく、黒い、これが分かれへん。尺なんかな？尺に触るみたいな。尺で劣る？分からへん。難しい字やめて。尺なんかな？尺？なんかちゃうな。ま、いいや。吹き上げ。ハリマはそれを浴びてしまった。あ。人食い飛竜がハリマ、なんか。倒れたハリマを連れ、里に戻り、私は必死にあの子を看病したが、飛竜の呪いだったのだ。ハリマの姿はだんだんと飛竜に近づき、とうとう里では隠しきれなくなった。里の者に知られたら殺されてしまう。私は、ハリマを飛竜との戦いで死んだことにし、火山に隠すことにした。いやー、里の者を守るか、息子を守るかで息子を守ってしまったわけやな。でも、それは仕方がないけどさー、それで八重子様がさ、生贄っていうか食べられてしまった今さー、もう、どうしようもできひんやん。あの人食い飛竜がハリマ様だって？まだ続きがあるみたいね。最後まで読んでみましょう。私はハリマを元の姿に戻す方法を死に物狂いで探した。そしてついに見つけ出したのだ。あ、見つけれたんやん。真実の姿を映すというヤタの鏡。ヤタの鏡、ラーの鏡じゃない。これでハリマも元の姿に戻れるはず。しかし、いくら飛竜を映しても、鏡は反応せず、真の使い方がわかるその日まで、私は、肌身離さず鏡を持っていることにした。真実の使い方がある。なんか、文旦の勇者の光で照らしたらなんか、ねえ、その、なんていうか使える、ちゃんと使えるみたいな、そういうことないんやろか。だが、時は待ってはくれぬ。ハリマが、人の血肉を欲するようになり、里から生贄を出すしかなくなった。生贄を出すこと、悩み苦しんだが、どうしても私は可愛い息子、ハリマを見殺しにすることなどできぬのだ。ヤタの鏡の使い方さえ分かれば、
ハリマを救うことができる。ハリマを生かすためなら、この修羅の道、歩いてみせよう。たとえどんな罰を受けたとしても。その鏡の使い方が分かれば助かるからって思ってずっと生かしとったわけか。なるほど。母親というのは子供のために自ら辛い道を選んでしまうものじゃ、やや子供も葛藤し苦しんだことじゃろう。その八田の鏡さえあれば、あるいはハリマ殿の呪いを解けたかもしれんのだが、しかし八田の鏡はやや子様と一緒に飛竜に飛ぶ。そうなんや。ハリマ様の呪いを解くことはもう、すべてを投げ打ち救おうとした自らの母親を食い殺すなど、あれはもはやハリマ様ではありませぬ。ただ自らの欲望を満たすため人を喰らい続ける悪竜でございます。もうそうなってしまった。今倒さんとね、里のみんなが危ないもんね。あんちゃん行こう。おいら先に西隣の山道にある山門の前で待ってるからな。自らの欲望を、これ先読んだやつね。俺は、あの幼子たちの話を聞いたときは、やや子殿は平気で人間を生贄に出す血も涙もない巫女だと思っていたが、人の心の中など、本当のところは、最後まで他人に分からぬということか。俺はつくづく、読みの浅い男だな。いやでも、しゃあないって、そりゃ分からんって。行こう分担、やや子殿とハリマ殿の行く末を見届けるため、手羽が日の脱ぎ火山の山門で待ってるはず。もうこうなった今、飛竜を倒してね、同じところに送るのが一番いいんかなって思うね。多分飛竜がやや子様の息子だったということは、あの人食い飛竜は自分の母親を食べてしまったということですか。やや子様の息子はもう完全に罪深き竜となってしまったのですね。イントネーションがむちゃくちゃやったな。あの飛竜が元は人間だったとはな。人を食うってだけでもおぞましい話なのに、全く業が深い呪いだぜ。八重子殿の気持ち、日記を読んだ今ならわしにも少しばかりわかるような気がする。もし、アーウィンとエレノアを助けられるなら、わしも八重子殿のように修羅の道を選んでいたのかもしれないからな。八重子ちゃんはすごく悩み抜いた末に、母親としての自分を選んだんでしょうね。誰も頼れず、たった一人で。人食い飛竜は八重子様の息子だった。だから八重子様は自分の子を助けるため、自ら罪を背負うことにしたのね。子供を愛する親の思いというものは、善悪だけでは測れないものだわ。もっと早くにそれが分かってさ、その鏡をうまいこと使うことができたら、未来は変わったかもしれへんのに。相談してくれたらな、よかったのに。自分一人で頑張ってたんか。辛いな、それは。ここでいいんかな。あんちゃん来てくれたね。早速その鍵で山門開けておくれよ。了解。開けました。オイラが行っても足手まといだけど、ヘイク様たちの結末を見届けたいんだ。さあ行こう、あんちゃん。じゃあ、これは誰？これ誰？誰？メガトンケイル。急になんか全然関係ない敵出てくるんやめて。でもなんか強そうやな。嫌やな。嫌やな。基本的に守りなのがなんか多いね。ヒップアタックで。まあ、生きると使うか。ちょっと雑魚なんかな。使った方がいいくらいのあれなのか。この二人普通に攻撃でいいか。ブンタに任せよう。強ない？ブンタに任せようとか言うてる場合じゃなかった。まあ、倒せたのでよかったです。なんやった今の。これ上穴開いとんか。左は？あ、よっちー。やあ、勇者様、よく来たね。合言葉なら僕が見つけておいてよ。へへ、偉いでしょ。へん。紫ってことは？ワン？多分、色ごとでシリーズが違うんかな。あ、違いましたね。関係なかったね。スリーやね、バラモス城。バラモスか。やん、バラモス会いに行きたいね。なにこれ？この上に見えてるやつ。なにこれ？
扉は固く閉ざされている。え、また行くことがあるんかな、なんなんやろ。とりあえずこっちの阿南湖の方でいいと思うんやけど。え、これさ、飛竜倒してさ、実は丸飲みにしてさ、両方とも二人とも助かるみたいな、そういう未来待ってへんやろうか。あ、ダンジョンになってる？まさかのダンジョンやった。あれ、これどうしたらいい？大きな角を持った乗り物がまた出てくるんで、了解。ちょ、無視していい？このシンボルエンカウントは。どうせら、痛い。ランダムエンカウントするやろ。おー、なんかある。これは飛び降りる？あ、違うか。痛い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 。あー、乗り物。これって火の上でも歩けるんかな、この人。歩けるやん。いや、歩けてるんか？よう分からへん。なんか、道が分からんなるな、これ。結構なんか複雑。青光、オッケー。ちょ、待って、降りちゃった。マグマの石。おーおーおお。呪文で。インパ。青光、オッケーオッケー。賢者のセース横。何これ、エビーメタル、ヘビメタみたいな、なんか怖ない、エビーメタル。メタル系なんか、一応メタル系になるってことな、どうなんやろ、強いやつなんかな、どうなんやろ。逃げたけど仲間呼んだ、同じやつじゃないかな、別個体なんかな。あ、ちょっと待って、結構強いな、ちょっと待って。入れ替えで、どうしようかな、マルティナちゃんあたりを、おじいちゃんにして、グレイグ将軍あたりをカミューにして、本心切りしといて、カミューが、カミューに、氷のブーメランしてもらって、間違えた。で、攻撃で、おじいちゃんが、おじいちゃん、ベホマラーじゃなくて、おじいちゃん、なんか、イオラ覚えてなかったっけ？違うっけ？あれ、違うっけ？違うなぁ。あ、敵伝体のあるやん。20使うけど、それやったらこっちの方がいいか。いや、こっちの方が使うな。じゃあ、マヒャードでシルビアちゃんにハッスルしてもらおう。めーっちゃ増えてきてる。いやいや、ちょ、あんま食らへんな、ブーメラン。メタル系やからかな。え、全然効かへん。全然効かへん。これ逆に、あれかな、こっちの方が効くかな、グランドクロス。めっちゃ増えてるから、これはなんか、そういう攻撃したいな。集団攻撃。あ、全然食らへんな。これは、あれかな、この火炎斬りとかの方が良かったりするかな。敵一体か。じゃ、神の火炎陣とかの方がいいかな。で、ビギラマをグループやし、売っちゃう。ビギラマってグループやっけ？待って。ビギラマ。うん、あと普通の攻撃でちょっと様子を見よう。よし、これで火炎陣張りつつビギラマやから、戦うで、おじいちゃんの祝福の杖、復活の杖で、そう、火炎陣でこれで攻撃与えられへんのか、ちょっと嫌やな、これ。ちょ、これちょっと嫌や、これちょっと逃げよう。なんやこいつら。ちょっと K まで出るってどういうこと？全然逃げれへんしな。逃げたい。やっと逃げれた。もうなんだ今のやつらは。はぁ、あ。ザオリクで神を復活させて。どうやってでも叩けばいいんやろ。あれ、ルカナを取った方が良かったんかな。なんか割れたり、なんか忙しそうやな、あれ。火山のあの床。床も忙しそう。マグマの杖。
メタルハンドね、逃げるときは逃げるんやけど、もうようわからへん。そしてここが特に何もないということがわかりました。この上行けばいいかな。こっから来たんやったっけ。そうやな、こっから来たよな。あ、神レベル上がりました。ナイスー。お、シルビアちゃんも上がった。あは、また乗り物ね。はいはい。どこ行けば、なんかどこ行けばいいんか、いよいよ、わからんくなってくる。おー、小さなメダル、ありがとうございます。敵一戦一戦が長くてさ、倒しとる間に忘れてまうよね。ここ下、これ下から来たよね。あ、グレイグ将軍レベル上がりましたー。ん？そこの階段登ったっけ？とりあえず登ってみよう。敵がすぐ出るよね。なんか登った気するな。大丈夫かな？いや、一回、いや、結構食らってる、もしかして。どうなんやろ？こう、来たのは来たけど。ちょ、結構食らってるんかな？いや、そうでもないか。この階段、登ってないっけ？ん？これさっきの階よね。ん？これこっちは、あ、いけるか。いけるんはいける。めっちゃ時々あれ崩れるんはなんやろ。あ、おじいちゃんレベル上がりましたー。ん？なに？地獄の火炎石。こういうクエストがあったのね。あったのね。虫風呂の前にいる貴婦人。わかりました。急になんか手に入れたけど。ああ、なんか、あったわ、進めるとこ。よかったよかったよかった。で？え？ちょっと待って、進んだやん。